東京都は夜間の観光振興の活性化に向けて、東京の夜を彩る新たな観光資源を作るため、代表的なランドマークである都庁第一本庁舎をキャンバスに、光と音で多彩なアートを表現するプロジェクションマッピングを通年で開催。今年で生誕70周年を迎える世界的に人気の高いゴジラが登場するコンテンツの上映を27日から開始する。上映コンテンツはゴジラ都庁襲撃と題され、都庁第一本庁舎を突如襲撃するゴジラ。人類はゴジラを迎撃すべく新たな対ゴジラ兵器スーパー X 2回によって立ち向かうが、というあらすじになっている。